これは都内某所で撮影されたある映像である。一体彼女の身に何が起きているというのか。ミュージシャンですし、我々、はい、ワンマンライブで2時間ずっとぶっ続けて、ね、歌ってるもんね、考えればいけるんじゃないかな、はい、なんか息上がってますけどね。ちょっとリハーサルをね、回復して今ね、ちょっとどんな感じの階段か今ダッシュしてきた、はい、さっきその階段ダッシュの動画送ってくれましたけど、はい、走ってる途中、屁こきましたよね。聞こえた聞こえた聞こえたブルとか言って聞こえた、はい、聞こえましたしましたはい。なんでね、ちょっとまた、ちょっと2回目になっちゃうんですけど、ちょっと走ってみようかなと思います。走ってるところもちょっと動画撮りたいので、じゃあ、スイちゃん。私ミカさん。ミカちゃん、ちょっと、ひ弱だから走るんです。体力の練習体力の練習何回かやってもらうことになると思います。マジで無理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 、一回でいいよ。じゃあ、ちょっと走って、戻ってきて、で、すぐに座って歌うと。で、曲はもう一回前で同じく、アポロジックの妄想ヒーローで。で、A メロから歌うと、また僕一人になっちゃって、その A メロの間で休憩できちゃうんで、はい、なんとか今回ね、サビまでいけるように、B メロのそのハモリからちょっといきたいと思います。じゃあ、それでは、じゃあ、下行きましょうか。はい。じゃあ、それでは、下行きます。よーし。俺膝がなっていいからじゃあ攻めていきたいと思います。ゴついていけなくなっちゃう。しかも俺今ね一回もハモれてないからね。俺ギターすら弾けなかったんですけど一回もハモれなかったです。結果、階段ダッシュの直後は歌いません。どうもありがとうございました。
みんな、ここまで見てくれて本当ありがとう。チャンネル登録、本当によろしくお願いいたします。僕にやってほしいことがあったら、何でも連絡ちょうだいね。それではまた会いましょう。バイバイ。にー